司令官。 2B9S も一体何をしてるんだ。地上のヨルハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したヨルハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス？何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。 2B9S、 貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。正解。汚染。司令官、退避します。クソ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。それも正解。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは私たちは2つ問題セットワークと印刷時話しかけている。そんな、そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もう心の基地は終わり。開いたよ、トゥービー。お前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。私は行けない。司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後のヨルハ部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官。それに私はこの基地の司令官だ。せめて最後まで上官らしくいさせてくれ。トゥービー、もう基地が。死ね。行け、トゥービー。
ままじゃ。ナインエス、機体制御を貸して、ここを突破する。分かった。本機の機体制御権限を 2D に移行完了。ナインエス搭乗機体の制御を掌握。コース自動設定。戦線空域からの離脱ルート開始。ちょっと待って、何これ、ダメだよ。ステルス機能解除。ヨルハ機体 2B ステルス機能解除。 2B ダメージ甚大、推奨脱出。なんとか地上に着陸しないと。警告、反応炉温度上昇。警告、 FFCS NFCS ともに反応なし。報告、攻撃手段を全て喪失。くそ。敵反応多数確認。反応が少ない地点を検索。報告、商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければヨルハ機体 2B に深刻なダメージ。分かって警告、ウイルス汚染度 21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で改変進化しており、除去が困難。月面人類会議。
装全部 57% に上昇。 FFCF 回路異常を検知。2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号。地図にマーク。警告、大型の信号を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。Hehehe
夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃ司令部を行って逃ごう。ここは私が。ダメ、ヨーコ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。 なんだお前。私は随行支援ユニットポット04に夜破棄隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。夜破棄隊 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。は？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろ。またトロトロに来たな。
返り、正義に切っては。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨大型機械生命体の破壊。私に命令するよ。否定。これは命令ではない。ヨルハ機械A2の行動目的に対する支援情報や推奨情報に不満がある場合、行動目的の更新。うるさいだまで。否定。本支援ユニットはヨルハ機械 2B に最終命令によって行動中。ヨルハ機械 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ。邪魔する。了解。
ー